86豪雨災害から今年で30年です。今日はその86豪雨災害でも大きな被害を受けた国道10号線で、大雨の際に遮断機を操作して道路の通行を規制するための訓練が行われました。200ミリを超えました。車両を止めてください。国道10号線は鹿児島市吉野町磯から姶良市重富までの 11.3 キロの区間で、連続雨量が200ミリに達すると通行規制が行われます。今日は姶良市重富川のポイントで、鹿児島国道事務所の職員およそ30人が参加して遮断機の操作訓練が行われました。今遮断機が下ろされました。災害時の停電を想定し、職員が手動で動かしています。訓練ではこの春採用されたばかりの職員が緊張した面持ちで遮断機を操作しました。日頃から災害時にはどういったふうな状況なのかということを想定しながら業務に当たりたいと思います。安全だったり安心だったりを守っていく上で大事だなと感じたので、このような機会に参加させていただいたことを光栄に思いました。大雨が降りそうな時とかですね、不要不急の外出は控えるという形でですね、皆様にも協力していただきたいと思います。この区間では去年9月、台風14号の接近に伴い、実際に24時間の通行規制が行われたということです。